こんにちは、ブランドバイ社長です。本日はニルヴァーナ特集なんですけど、通常10枚でお送りしてますが、ミディアムサイズのねオフィシャルとかを入れてたら11枚になっちゃいました。ということで11枚お送りします。なかなかまた夏上がってますね。響きともよくその会話しますけども、特に店頭で需要が高いオフィシャルの XL だったり、オフィシャルですけど安く買えるミディアムだったり、バラエティ豊かな、ラインナップとなっておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。久しぶり、 XL ワイルドオーツです。シングルダブルのコピーライトはここ、1992ニルヴァーナと表記が入ります。ワイルドオーツの XL ですね。もう申し分のない、コンディションも非常にいいです。ちょっとワイルドオーツってプリントが気持ち下敷きになってるイメージなんですけど、どうでしょうか。まあ個体差もあるのでね、何とも言えませんけども、バックプリントも非常に綺麗に残っておりまして、プリントの厚みもこのガサガサ音聞こえますか。これでお分かりいただけると思います。L サイズでももう20万円超えちゃってますね、グレートランド大阪では。なので XL さらにちょっとお高くなっておりますが、ワイルドオーツのボディ非常に僕としても評価が高いので、このお値段が今後のまあベース基準になってくると思います。 XL をね、僕がまだ大量に持ってればもうちょっとお安く出すんですけども、あんまり XL 持ってないので、このお値段はもうご了承ください。はい、よろしくお願いいたします。まあなかなかこの夏あと XL3 バー5枚出せるかな。5枚も出すのもなかなかクレイジーだと思うんですけど、5枚出せるかなって僕が悩んでる部分から、いかにも今 XL の3バーを僕たちが仕入れる値段で仕入れることが難しいかっていうのをご理解いただければと思います。ジャイアントバイタルテックスの XL のインウーテロも足しときましょう。バックプリントのインウーテロの文字が少し大きいタイプですね。フロントの、このクリオネちゃんね、クリオネちゃんのカラーだったり、このニルヴァーナの文字だったりっていうのは一番ベーシック。ちょっとごめんなさい、白飛びしちゃってますね。なので画像差し込みのご確認ください。このフロントのニルヴァーナの文字がやや歪んでおります。これがまあ 90s の T シャツの特性といいますか、この辺も味わい深いですな。コピーライトも数パターンございますが、コピーライトニルヴァーナアンダーライセンスとジャイアントとなっております。なかなか探してインウーテロもアメモノジャイアントの XL って買うのを非常に難しいんじゃないですか。なのでお問い合わせも非常に多いのかと思っております。僕も持ってますけどね、インウーテロ2枚持ってんのかな、ユーロとアメリカもの2枚持ってますけど、あんまり店頭にねないんでね、着るのもやらしいかなと思って着てません。はい、結構ね、まああとだからカート追悼か、続くのがカート追悼も、次ジャイアントバイ TJ's の XL が待ち構えておりますよ皆様。ということでカート追悼ジャイアント XL で程よくフェードが効いております。プリントにバックプリントもいい色抜け、僕はこんぐらいの方がいいと思うんです、個人的には。こなれてて、なのでカート追悼を僕以前札束を積まれても手放さない T シャツ、私物 T シャツってことで紹介しましたけど、あれ L なんですよね。でこれ XL で短丈でシングルで申し分ないんですよ。で響きも今これまた欲しいって言っててね、万人受けはしないかもしれませんね。もしかするともっとプリントが綺麗、ちょっとね、ほんとごめんなさい、今ちょっと照明が強すぎて白飛びしちゃってるんで、概要欄の方からね、詳しくは平置き画像を見ていただければ、もうちょっと色調が綺麗に出てるかと思いますが、まあ画像を貼っておいてください。ということで、いい感じにこなれてやれて、いいカート追悼 T シャツです。ホワイトのねボディがくすんでて、プリントもちょっと薄くなってるのの相性が抜群です。最高。僕今回これかな、一番。それはワイルドオーツの XL のスリバーもジャイアントのインウーテロの XL も捨てがたいんですけど、僕はこの雰囲気が最高だと思います。これマジで最高。分かってくださる方はぜひ。でも分かってくれる人も多いと思うんですけどね、新品のコンディションばっかり言ってもね。次ジャイアントバイタルテックスのレアなミディアムです。ネバーマインド、綺麗ですね。状態もバックプリントもしっかりとございます。今多分グレートランド店頭に雨物の
ネバーマインドってあるのかな、オフィシャル。うん、で、あのもう次20万円半ばぐらいになるでしょう、販売価格という中で、ミディアムサイズですので、おおよそ半値ぐらいでのご提供となります。で、あのカップルだったりご夫婦でね、ご来店いただけるお客様も非常に多いので、その部分にでもいいんじゃないでしょうか。うん、発色も綺麗ですね。水色がちょっと強いタイプのネバーマインドです。ネバーマインドもあのユーロだったり雨物だったりもろもろで何パターンか、色調の違いがありますけども、結構爽やかで着やすいブルーですね。お次、ユーロ、カートメモリアルツイートラージです。カートコベイン表記ですね。これがあの雨物だとカートドナルドコベイン D に変わるのと、フォントも変わりますがユーロです。ちょこちょことね、細かいダメージはございますが、いい感じにやれてて、この T シャツ自体は比較的プリントが薄くなりやすいんですが、そこまで薄くなってません。こんぐらいのコンディションを探していることが多いのかな。まああのピンピンのね、本当にデッドストックに近いコンディションを探してるって方は一旦置いといて、これぐらいがなんかお得感あっていいのかなと思います。あと L です。うん、ジャストサイズで結構ただ肩落ちてるのと、タンタケボックスで身幅もしっかりあるので、普段 XL をちょっとゆったりめに着られてる方がジャストサイズで着てもかっこいいかもしれませんね。最近すごく売れます、ザ・サイズ・ゴーンですね。バックはイエローの文字で、これもね着丈バカ長だったりね、ちょっとねあれあれあれっていうサイズ感が多い中ね、 XL 表記でこの肩幅です。こんだけ落ちてるっていうことは、着るとまあ、あの着ていただく方の体型にもよるんですけど、ちょっと肘下ぐらいまで袖が来るわけですね。でタンタケボックスなので、僕が思う一番かっこいいサイズ感だと思います。これオーバーサイズで着る上でね、ジャストサイズで着る場合っていうのはまた違ったかっこいいサイズ感があるんですけど、オーバーサイズで着た時に袖丈がまああの肘のあたりまで来てて、で着丈が長すぎないで、首が詰まりすぎていないっていうのが僕の中でのもう黄金比というか、 90s T シャツが一番かっこよく、どんなパンツのシルエットにも合うサイズ感だと。このスリムなパンツでもワイドなパンツでもね、これはおすすめですよ。プリントのこれもしっかりあるし、ボディも適度に柔らかくなってフェードが効いてきてるし。でお次が、表記が M です。テネリバミディアムのこちらのネバーマインドのブートレグ。うん、これ XL でね、オニータだとねマジでって値段なんですけど、ミディアムでテネリバなのでお安くしておきます。ただ本当にオフィシャルとはまた違った手の込み方というか、はい、何度かこれも YouTube で紹介しますけど、メンバーちゃんと解説してくれてね、ギタリスト、ボーカリスト、カート・コバン、ベーシスト、クリス・ノボセリック、ドラマ、デーブ・グローとね、はい、フーファイターズの人ですよ。うん、こういう T シャツないでしょ。ニルバーナでオフィシャルでメンバーの名前バーって書いててないはずなので、覚えれない方どうですか。今さすがに3人覚えれると思うんですけど、クリスが鬼門かな。うん、意外とクリスの名前知らない人多いんですね。クリスです。クリス、はい、超身長高い、はい。で、同デザイン、フロントは近しいデザインですが、さらにお求めやすい Y2K の、ブートもございますと。こっちは赤基調ですね。ブルーと赤でこんなに雰囲気変わるんだっていう。映ってますか？はい。お好み分かれるかな？赤もね、これね、真っ赤じゃなくて、ちょっと落ち着いた赤なのと、このデーブの T シャツとね、リンクしてるっていうのが、なかなかいい。小粋なデザインかなと思っておりまして、タグ飛んでますが L ぐらいですね。これはお安いのでぜひともノリで買ってください。次がブートでもかなり人気なニクソンギターの程よくフェードの効いたタイプで、アンビルの L ですが比較的大きめですね。肩もしっかり落ちていて、あとフェードの具合も最高です。プリントがちょっと薄くなってる感じが良くないですか。こなれた感じがありますよ。大きすぎるとね、僕ぶっちゃけね、あんまかっこよくないと思う。この T シャツ僕でも L かなと思います。これぐらいでジャストサイズで着て、まあさすがにね、ストーンズのキャップでちょっとニルバーナってのおかしいですけど、なんかちょっと違うキャップ、グレードランのキャップとかかぶってください。シャーデー以外のね、ラブキャップ以外かぶっていただければかっこいいかなと。うん、ハットとかでもいいし、あとこれは重ね着、白 T と特に相性がいいフェードだと思うので、まあそれこそオールシーズン着ていただける。あと本当これも見ませんな最近。うん、見ない見ないと言い続けてますが、より見なくなっております。お次、スマイルブートです。ニルバーナ、うん、オフィシャルじゃないですよ、ブートですよ。だからお安い、プリントの版も非常に大きいですが、バックこれ可愛いんですよ。ネバーマインドで泣いてる
これはだからもうね、相場は合ってないようなもんです。ただ全然その高くない、ただ可愛いでしょこれ。はい、あのオフィシャルに近しいブートじゃなくて、これ完全にブートデザインなので、そこにこう、あ、もういいやんこれ、かわいいやんっていうか、でもこれ結構欲しい人多いと思います。表記ないですが、まあ、L サイズ相当です。こんな感じ見えるかな。いや普通にバランス良くないですかこれ。かっこいいと思います。でカート死後にリリースされた T シャツラストですね、The End of Music です。はい、これも最近あのカートのワンピース着てドレスと並んで非常に動きが早い T シャツでございまして、イエロー基調ですね。タグしっかり残っております。ギルダンヘビーコットンの XL です。ボディバランスも非常に良くて、ギルダンも本当にいい色します。ボディが退色していった時にこの、まあ、イエロー基調に描かれたカートとのバランスも非常に良くて、僕何度か結構着込んだこの T シャツ見てますけど、あ、なかなか 90s のない素晴らしい雰囲気だなと思った記憶がございます。はい、ということでニルバーナ11着ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。おそらくに、スリバーワイルドオーツ XL は争奪戦かなと、ニューテルの XL も争奪戦かな。カートのこれに関しては残ったら僕か響きが買います。はい、あとはミディアムサイズご自身で着ていただくもよし、ギフトにもよしとなっております。この夏バシッとニルバーナの T シャツでお出かけ、勝負服、まあ決めてください。ということで本日夕方6時から店頭にてご試着及びご購入が可能。夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長でした。バイバイ。